は、遅くにこんばんは。ありがとう。結婚してもありがとう。お疲れ。ありがとう。こんばんは。めちゃくちゃ寝てました。なんか絶対眠くないやろうとか思ってて、そしたら最後のメール打って寝てました。はよ、こんばんは、中村舞です。ありがとう、言うと、体が本当にバキバキです。なんかもうすごいんですよ。ありがとね。疲れ玉。寝るよ。ありがとう。泣き疲れた？昨日？なんかずっとね、なんかずっと変な感じです。あとは肉体の限界 ちょっと起きてる。ありがとう。マジでずっと寝てて、いや、ソラハが起こしてくれたんですよ。 だからソラハが「舞ちゃん、ショールームしないした方が」ってなって、もう時間がってなって、そう。起こしてくれました。ありがとう。そらは元気だね、あなた。元気になったんだ。びっくり。逆になっちゃった。なんで元気になったんだ。ドラさんが2人に、そうですよ、なんかさっきソラハとその話してて ね、ホームページが、そう、もうおきちゃんね、そう、ホームページのあのアーシャがね消えちゃって、そう、2人になってるっていう話をしてたんですよ。この後寝るの。でもさ、なんかショールームしたらさ、元気になる感じはわかるかもしれん。ない？なんかちょっと喋って、ここで喋ったらちょっと元気になって寝へんくなる。いや、寝ると思う。寝まーす。寝まーす。ありがとう。
舞ちゃんに徹夜は無理だよって徹夜しませんよ寝ますよなんかねもう今日めちゃくちゃぼーっとしちゃうもうなんか本当に集中力ないデーなんですけどどうしたらいいですかあのお悩み相談私のお悩み相談してもしますはいあの私が聞く側じゃなくて私が言う側あのすごい集中力がありませんどうしたらいいですかってまいちゃんよく寝るイメージそうなんですよもう本当に寝るで有名もう布団を持って歩きたいですえ今日まではあの本当は布団持っていきたいなと思ってるぐらいだったんですよ今日っていうかまあ明日ブドウ糖を取ったらいいあラムネとかですねなんかさ勉強とかもさラムネ取ったらちょっと集中力上がるみたいなブドウ糖ねえ何言ってるんですか寝てる時間の方がちょっと無駄だと思うけどねどっちも無駄ではないんですけど歌うと目が覚める？あのソロハが今日 Two Years Later 歌ってて歌わないでって思いました終わりましたコンサート Two Years Later 歌うてないってキシムドアをって歌うんじゃないよってコンサート思い出さんだってやばいよいやね、なんか余韻をね、余韻ってもう今日の朝本当にやばかったの。マジで本当にやばかったの。なんかちょっと説明するね状況を。今日の朝の朝が来たの。寝てたら朝が来て自分の部屋でね、自分の部屋もね朝になった瞬間も遮光カーテンないからね日差しがすごいねもうあもう本当に日差しで目が覚めるよ。で明るくなってもう日がねもう顔に当たって目が覚めたんですよ。でもう鳥のさえずりが聞こえてきてもうピュ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 みたいな。でもうすがすがしい朝が来たんですよ。もう本当に爽やかな朝が来て、でなんかと同時になんかもう気温もちょうど良かったんですけど、あーなんか体も全然動かなくってこう寝たままで、わーなんだこの感覚みたいな感じになって、本当になんか体は脱力してて、でなんかあコンサート終わったなみたいな感じになって、本当になんかねなんかいても立ってもいられないそんな気持ちになったんですよ。でもねあの本当に時間はどんどん迫りきて、いつも通りご飯を食べて、いつも通りのそうぐ準備して着替えて
着火マン、え、着火する人って方なんか皆さん冴えてますね私と違ってもう本当に脳がフル回転してます。みんなは着火マンです。あ、バッテリーがない人で有名なんだよね。やばい、 20% です。ちょっと充電します。ちょっとバッテリーがないで有名の中村なんで。チャッカメンズ、チャッカメンズって何、え、複数形チャッカウーマンチャッカウィメンズ、ウィミン、チャックウィミンってことで合ってますか。よいしょ。チャッカマンは商品だよ。え、知ってるよ、それにかけてるからうまいねって言ったんだよ私が。知ってるわ、こうプチってやるんですよ、もうこの長めの。取るわ。私が何年生きてると思ってるんですか。20何年かですよ20何年か生きてきたんですよ。あのチャッカマン見たことありますよ。だから家にあるかも。年齢非公開、え、違いますよ、非公開とかじゃないんですよ何年生きたっけなってちょっと今迷いました。なんだって。ドビアはソラハです。珍しくないですか？私がソラハと同じ部屋なのでね。ねえ。ソラポ。あれ、これからソラポ？ゆうかちゃんを釣るかな。マイポとソラポ。これからね、マイポとソラポで行きます。コンプライアンス、あ、ソラハはコンプライアンス厳しそう。厳しいわよ。でもノースリーブは許してくれるから、うん、なんなら推奨派だからもちろん。だって今日もノースリーブ着てたよ、うん、そうだよ。毎日言うね、じゃあソラハ今日は何色のノースリーブでしたって。今日は白でしょ。そうだよ、白のノースリーブ。上に着とるさやつあったやん、うん、あれもちょっと肩から外に出たから、うん、折り曲げて、うん、中に入れて、うん、ほぼタンクトップみたいな。タンクトップとノースリーブは違う？なんかノースリーブはなんか自分的イメージは肩までまだあるんや、うん、ここら辺、うんうんうん、なんていう、ここ、あー、そういうこと？はいはい、タンクトップ、もう分かる分かる、そういうことね。なんか骨が見える肩の、そうそう、そこまでノースリーブを折り曲げちゃった踊るのにちょっと邪魔になってしまって。
なんかタンクトップって下着のイメージはちょっとあるん若干、キャミソールの類と一緒、うんうんうん、中にね、確かに。めいちゃん持ってないか？あとかな、あとかもしんないけど、ランニングとはやランニングシャツってこと？タンクトップランニングシャツ何？ノースリーブ？なんかノースリーブっておしゃれじゃない？あ、すごい。ノースリーブは袖がない衣類の総称で、タンクトップもノースリーブに分類されます。そうなんだ教えてくれました。あ、58分。あのさ、時計があるんだ。58分20秒合ってますかね。時差あるかもだけど合ってるよ、ほぼ。マジ？30秒今。おやすみち、おやすみ。ちょっと待って、もうなんかさ、曜日がよく変でさ、今日日曜日なの知ってた？みんなびっくりだね30分はかくれんぼ中さん、かんてさん、ようちゃんさん、福ちゃん丸さん、パオさん、よっちゃんごいちさん、ゆずきちさん、くまねばこさん、今日もあなたの笑顔を誰かを救うさん、ポンタさん、きなぺこさん、ココさん、しょうくんさん、ありがとうございます。明日はみんな月曜日ですよ。困りましたね。嫌になりますね。頑張りましょう。おやすみ、おやすみ。あとね40秒ぐらいなんじゃない。土日終わるの早すぎそうだよね。え、次の日曜日はツアーだからあのまたすぐ来るよ1週間早いからね。おやすみ、また来週に向けて頑張ろう。遅い時間にありがとう。おやすみなさいませ。キラーン、また明日。